チャーリー・ニュートン・キンボールはアメリカ合衆国のレーシングドライバー。現在はアイゾット・インディカーシリーズにチップガナッシュレーシングより参戦している。1型糖尿病患者のレーシングドライバーとして知られ、2011年よりノボノルディスクのスポンサードを受けている。父親はフェラーリなどの F1 チームでエンジニアを務めたゴードン・キンボール。 キーンボールのシングルシーターにおける経歴は2002年のフォーミュラダッチから始まった。ランキング10でシーズンを終えた。同年はスカフォーミュラフォードシリーズで参戦に参加している。2003年は US フォーミュラフォードに参戦、2勝を上げ表彰台7回、ランキング3位となる。その他に UK フォーミュラフォードウィンターシリーズに参戦、1勝を上げランキング3位となる。 2004年は UK フォーミュラフォードにチーム JLR からフル参戦2勝を挙げ表彰台11回ランキング4位となるシーズン終盤のブランズハッチで行われたフォーミュラフォードフェスティバルで8位となる2005年はカーリンモータースポーツからイギリス F3 選手権に参戦し5勝を挙げチームメイトのアルバロッパレンテに次いでランキング2位となるまた ザントホールとサーキットで行われたマールボールマスターズで12位となるが、マカオグランプリでは完走することができなかった。インディライズインディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。